ではそれぞれのショーズのプログラムを紹介します。はじめにイーラン、一から不思議を生きてみるっていう、もしもしシティですね。すいません。もしもしシティ、一から不思議を生きてみる。はい。で、このもしもしシティっていう企画はコロナから生まれた企画で、最初は21の秋に始めた企画なんですけど、街中で、音源だけを、アーティストが、テキストを書いて、その録音した音源を、特別な街中、京都の街中の場所で、聞いて架空なパフォーマンスを、想像するっていうそうで企す画ね。でした。はい。で、今年はちょっとアーティスト一人で、地域、場所を限って、企画したものですね。そうはでい。すね。はい。この「一から不思議を生きてみる」っていうのが日本語のタイトルで、今そう回です作ね。品作っていただくイーランさんという韓国拠点の、シンガーソングライターとかイラストレーターとかいろんな活動で活躍されている方がつけてくれたタイトルなんですけど、ちょっと今「あー」っていう顔を私がしたのはですね、韓国語のタイ日本語のタイトルと韓国語のタイトルで1個のタイトルなので、そうなん本で当はすよ。韓国語のタイトル言えないとダメなんだけそうど、なんですちよ。ょっとま私たたち勉強のが不足韓して国いた。語能力が ちょっすいません、と学びま今、しょう。ごめんなさい。またちょっと勉強します。はい、ちょっと本番までには言 えるようそうでにすね。なってよ。はい。東九条地域を、はい。5箇所、イーランさんが指定してくれて、それぞれの場所に対して、文章を書いてもらって、それを地図を見ながらそこに行って、その音声を聞くっていうことなんですけれどもね、すごい新作、そうですね。新作ですよね、新作、小説ではないね、なんかこう体験型街歩きというか。でも一応流れが順番にあって、最後にはちょっとした出来事が起こるはずなので、そうぜですね。ひちょっと順、マップに回る順番書いてあると思うんですよ。なので、それに沿って体験してもらえると、こう、そのイーランさんの流れの体験っていうんですかね、っていうのが立ち上がるのかなと思いますけど。そうですね。今回、ちょっといろんなイーランさん自身のね、ご都合とかもあって、なかなかじっくりは来れなかったんですけれども、実際に歩いてもらいながら、この場所がいいんじゃないかっていうのでね、地域の人とも相談させてもらいながら選んだ場所で、なんかこう、なるほどっていう意外な設定が、なんていうかな、ちょっと流行りっぽくもあり、ポップでもあるけれども、なるほど、イランさんっぽいなっていう切り口からこう街を眺めるっていう感じなのかなと思いますけれども。そうですね。ちょっとね、まあ、長くこう滞在してリサーチみたいなことが今回はちょっとご事情もあってできなかったんですけど、短い間でもこう出会った方々とのなんか出会いみたいなものが投影されていて、そうでイすランね。さんの視点から見るそこでの出会いみたいなことはなんか体験できる内容になってるんじそうゃでないすかなね。と思います。なんおか、客さんとしても東九条をよく知ってる方でも全く行ったことない方でもとても面白いっていうか、いろんなよく知ってる方でも新しい視点、新しい見方にもそうですなるね。と思いますし、知ってない方はとても面白い地域でもあるので、ぜひ。そうですね。で、これチケットを持っている方は受付場所でに行って受付をするとマップがもらえるので、そのマップに従って体験していただくというものなので、で体験自体受付が済んでたらいつでもしていただいそうてです大ね。丈夫です。ちょっと住宅街なので、あんま夜遅くとかはそうやね。ご遠慮いただきたいなとかあるんですけど、で受付場所がコミュニティカフェほっこりっていう東九条にあるカフェですので、そこもなんか美味しいおやつとかそうですね。用意してなんかくれすてるごと思い、うので、めっちぜゃいいひ、場所ですね。そこもちょっとなんか休チケッ憩のトスをポッ見トせでたスポットら、としても、ちょっと割引が効きますので。そうですね。それとご自身のスマートフォンとイヤホンをお忘れなそうく、だ。そうだね。基本的にご自身のデバイスで体験していただくというものになりますので、
じゃあ、これがだから9月30日から10月22日までが体験期間で、受付は、会期中の土日祝日になります。ミーティングポイント市場からすまでも受付がありますので、ご自身のご都合に合わせてお願いします。はい、お待ちしてます。